ese女子軽量級マイナス 40kg 級の決勝戦です。あとは大西東京スポーツ少年団山口県代表白小屋敷選手高等館高等県の試合です。よしよし相手を制していけば抑え込みに入りますね。抑え込みに入りました。抜けました。粘りのある寝技で相手をコントロールしていました。押さえられている側も巧みに逃げているような状態ですね。屈指の一人は技ありですが、そのまま一本勝ちということで赤の選手が勝ちました。